ろか。公衆トイレは多いですよ、この168。何ブレーキ踏んでんねん。ロックシェード、スローと違いますよ、ロックですよ。これが十津川第二発電所。確かこの水は朝日ダムやったかな。ちゃうな、第一が笠谷ダムからやったな。確かに
まで リッターあたり 22.8、 そろそろ23キロクリアかな。白身と違いますか。だから過ぎたのかな。まだか。これが左折すると169オコトロに行きます。おお、こう指示器付きやんか、あの車は。もうこう指示器付けない車多いな。あの今出てくる車もおったけども、あの運転手にも早く教えてあげてほしいな。絶対思うとるな。曲がるんやったら、まあ、方向指示器つけや。俺待ってたったのにってなるわな。ただ乗り生誕の地、ただ乗りで誰やったかな、清盛から見たらどうなる。熊野川、はい、一回忘れるな。で次にやるのは泥橋街道熊野川やったかな。
ったかな、この読み方。田んぼり長い、田尾さんちゃうな、田のさちゃうな、あの方に教えていていただいたけども、もうメモリーがいっぱいなもんで、何かを削除しないと入ってきませんね。白身の滝は ここが泥橋街道熊野川のはずや。泥橋街道熊野川、正解。北海道熊野川の向こうにあるんやな。ああ、もう28度です。急に上がってきたな。現場事務所はもう撤去したからな、この前。ここ蓋してます。なんか涼しいやろな。あのトロッコのトンネルのところ入ったら温度が真夏で17度。高田口です。高田口隧道、真夏でも17度やったな。その代わり湿度は99はあるんやろな。あれはもう濡れてました、体が。飽和、水蒸気飽和ですわ。あたたた、
このトンネル竣工してくださいな。そうか、そうが、そうが、そうがかな、そうか、トンネル、愛が。検査やって1年後また貸し検査やって。